さあ、チームジャパンの出陣です。日本の村上大輔、中国はそのフリープログラム X ジャパン YOSHIKI のアニバーサリー。4回転サルコーへ、あ、綺麗に決まりました。4回転サルコー降りてみせた。この後はコンビネーションです。4回転サルコーダブルトーループ、コンビネーションでも決めた。代表争いに名乗りを上げました。今シーズンは名将フランク・キャロルコーチの下で充実したトレーニングを行い、大きな自信を持っています。トリプルアクセルの予定だったんですが、シングルアクセル、はい、綺麗なイーグルですね。フライングキャメル、ついてしまった。頑張りましたね。トリプルフリップ、ここは綺麗に降りました。トリプルルッツ、シングルループ、ダブルサルコ、3連続ジャンプも決めて、より気持ちがこもります。要素以外のところも一つ一つ丁寧に音を拾って、はい、滑っていますね。トリプルループ慣れのあるジャンプです。そして次が最後のジャンプ。トリプルサルコ。決めてみせた。ステップシークエンス。今年は体を大きく動かして滑ることがメインだと話します。攻める勝負のシーズンだと力強く語りました。華やかに、しかし気迫みなぎるスケーティングでした。いや、本人はごめんなさいと
浅田真央の方に向かって謝っていましたけれども、小田さん、はい、いや素晴らしい演技でしたよね。冒頭の4回転サルコー2本は本当に素晴らしかったですね、コンビネーションにも一つしましたし、はい、完璧に決めてきたんじゃないかな。1本目が少し足タッチしたかなというふうに感じたんですけれども、まあ、そこは大丈夫かなと思います、ね、はい、浅田真央も拍手も送っています。はい、つなぎの部分ですでですね、イーグルであったりイナバウアーであったりフィギュアスケートの小技と言われる部分をこうフルに使って、さらに昨シーズンよりもそのつなぎという部分で強化してきたなというふうに感じました、あと少しやはり後半になってスピードが落ちたかなというふうに感じたんですけれども、それはやはり、まあ、シーズン進むにつれてどんどんこう強化されていく部分だったと思います。チームジャパン村上大輔の得点です。小さくうなずきました。 145.77 という点でした。個人の順位表を見てみますと、村上大輔 145.77、 チーム別の順位で現在日本は2位となっています。さあ、木下グループカップジャパンオープン2015、浅田真央の復帰も刻一刻と迫っています。